やはり大人の学びを作った人が、持った人が幸せなんじゃないかなというふうに思います。皆さんこんにちは、トモアキオです。トモアキオの100年企業づくりレポートより、今日から皆さんの会社を100年にする、今日からですよ、ね、50年40年、ね、あの過去続いててもあと50年じゃなくて、今日から100年続くための、ね、エッセンスをお届けします。ぜひお聞きください。勉強したくてたまらない大人が今幸せと言えてるんですね。勉強したくてたまらない大人が今幸せですと言えると思います。魂の編集者水谷森人さん、日本講演新聞というのがあるんです。これはあの私撮ってすごく勉強になるので、もしよかったら撮ってみてください。で、実は世界幸福度ランキングっていうのがあるんですね。国連の関係機関が毎年調査しているもので、今年の日本は62位でした。一昨年54位、昨年58位でね、とにかくね、毎年下がってるんです。幸福度が上位は毎年北欧の国だそうです。で、公益財団法人連合、総研が既婚者男女に調査した生活時間の国際比較、ね、学習活動の頻度によると、何もしていないと回答したのはアメリカが47、フランスは50、韓国37に対して、日本人はなんと 73% も勉強していない、学習していない、さらに本を読むなど毎日何か学んでいると答えたのがアメリカで 6.6、 フランスで10、韓国で 2.9、 なんと日本は 1.9%、 とにかく本を読んだり学んでる人が少ないということなんですね。で、日本は先進国の中で社会人が一番勉強しない国になってしまった。この日常的に学ぶ習慣があるということと幸福度に関係があるんじゃないかなっていうことを言っています。私もなんかそういうふうに思います。学ぶことを知らないことを知る行為で、知ることは行動を変える最初のステップであり、大人になって学ぶことから遠ざかることは幸福への道から外れることに等しい。私はこれ断言していいと思ってるんです。それはなぜならば、私今すごく幸せだからです。仕事もし、倫理法人会も学び、まあいろいろと論語の学びもし、とにかく仕事と学びが本当に充実しててですね、ああ幸せだなっていうふうに思うんですよね。それはなぜかっていうと、やっぱり学ぶことによってですね、あ、こんなこと考え方があるんだ、あ、こんな不幸せな人がいるんだ、こんな幸せな人がいるんだ、なんでそうなったのかっていう原因の話も、まあ、倫理法人会の中で聞けるんですね。やっぱりそういう意味ではすごくやっぱり幸せなんですね。で、今幸せでと言い切れる人はきっと学び続けている人だろう。学ぶことで自分の成長や変化を実感できる。自分の存在価値が高まる。周りから必要とされる人間になる。だから学ぶことが楽しくなる。今幸せですは、自分の幸せ感と人の笑顔が重なり合う時です。やっぱり学んでいろんな気づきがある人が幸せなんだろうと思うんですよね。ですからそういう意味では仕事をバリバリやってる時はね、幸せです。それは仕事を通じていろんな学びをしてるからですよね。ところが年を取ってくると、だんだん学ぶ場が減ってくる。仕事をね、だんだんこうフェードアウトしてくる。そこの中でやっぱり自分でいろんな学びを連れていかないといけないし、やっぱり仕事の中で学びのない仕事っていうのは面白くないですよね。上記の記事は素晴らしい気づきをもらいました。私は一昨年の10月に軽度の食道がんになって、徳積みのため倫理法人会で毎日のように丸付けていますが、それぞれの方の人生体験でいろんな倫理の学びができて、自分の血となり肉となって実践しています。時には涙します。だから今すごく幸せなんだと思います。やはり大人の学びを作った人が、持った人が幸せなんじゃないかなというふうに思います。倫理法人会ではですね、この間お会いした方96かな、で毎週倫理法人会来てんですよね。で、私ですね、倫理法人会でいろんなこうセミナーにこう、ま、毎朝出てるんですけど、そんな中でね、やっぱり幸せな人が倫理法人が多いです。幸せを実感してるんです。大金持ちになってるわけじゃないです。けど大財閥になってるわけじゃないんだけど、毎日いろんな気づきがあって幸せだ。でなおかつみんながそこに集まって
学びたい人たちが集まってるのですごくいいんですよね。まあ、ぜひもしよかったら倫理法人会も1回は覗かれたらどうかなというふうに思います。今日もですね、親との関係がうまくいってないっていう人の話で、それをうまくいったということの発表でした。それが結果的に自分の人生を豊かにしてる、ね、私思うんです。倫理の学びの中で親子の関係を良くする、それから夫婦間を良くする、夫婦仲が悪いと、ね、ほとんど離婚してるんですね。でなおかつ業績も良くないんです。ですから倒産した会社の夫婦っていうのはほとんど離婚してるんですね。ですからそういう意味では皆さんもですね、学ぶってことすごく重要で、私は倫理法人会学んでますけど、いろんな本を読んだりしてとにかく学び続けましょう。それが重要だし、それを実践することが重要だというふうに思います。ぜひそんな思いで毎日いれば必ず幸せになります。幸せは自分の心が決めるんです。大金持ちの幸せじゃない人たくさん私知ってます。お金があって財産があって地位もあっても幸せじゃない人たくさん見てます。お金じゃないんです、財産じゃないんです。やっぱり自分の気持ちがワクワクするような人生をね、持ってる人が幸せなんです。倫理法人会では明朗、愛は軌道、喜んで働くっていうことを、これ幸せの3条件だって言ってますけど、この3つ持った人は幸せだと思います。私も今明朗、愛は軌道で毎日のようにワクワクね、生きておりますんで、ぜひ皆さんもそんなようなワクワクする人生を自分で作って自分で思いませんか。そんなことが重要かな、ね。幸せは自分の心が決める。その気持ちを決められるにはやっぱり、ね、実践をするしかないなっていうふうに思います。今日はどうもありがとうございました。本日も動画をご覧いただき大変ありがとうございました。もし本日の動画に共感いただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。また事業承継や後継者育成にお悩みの方、概要欄のリンクへアクセスしてください。皆さんのお力に必ずなれると思います。ぜひ、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。